シュトッカッハは、ドイツ連邦共和国のバーデンビュルテンベルク州南部のコンスタンツ郡にあるし、ヘガウ地方にあり、ボーデン湖の北西 5km、コンスタンツ市の北西 25km に位置する。標高は 491m、アウトバーン98の終点となっている。ネレンブルク白爵の紋章、シュトッカッハは13世紀にネレンブルク白によって建設され、 1283年に都市特権を授かった。ネレンブルク伯爵家は1422年に断絶し、その所領は1465年にハプスブルク家によって継承された。そのため首都カフ派は1805年まで前方、オーストリアの一部だった。多くの戦火に巻き込まれた歴史を持つ。例えば1499年のシュバーベン戦争では、 三同盟の軍隊によって、町は一時包囲されたが、占領には至らなかった。またスペイン継承戦争中には、バイエルン戦抵抗、マクシミリアン二世イエマヌエルが首都カフ派に砲撃した。さらに、フランス革命戦争の第二次大仏大同盟中、1799年と1800年に、第一共和制フランスとハプスブルク帝国の間で、 シュトッカッハにおける二つの戦いが起こった。1810年、シュトッカッハはついにバーデン大公国に屈することとなった。シュトッカッハのコートオブフールズ空撮、ありがとうございます。